黒字を定着させた後、それが何年か続いた後で申請ということで21年までに上場を果たしたいとダイナブックはもともと東芝がパソコン事業を展開する東芝クライアントソリューションでしたが経営再建の一環で去年10月にシャープに売却されましたシャープの傘下に入ってまだ9ヶ月ほどですが 材料の調達コストが下がるなどの追い風もあり、業績は回復傾向で、2021年度中の上場を目指すと発表しました。今後はハードウェアへの依存度を下げ、課金型のサービスなどで安定的な収益モデルを築いていきたいとしています。